えおはようございます、塾の久保ですので、えー、突然ですけども皆さんは宇宙人の存在を信じるでしょうかそして霊魂とかね、まあ、いわゆる霊の存在とかっていうのはどうお考えでしょうか超能力はあるんでしょうか予言とかね予知夢っていうのはあるんでしょうか考えれば考えるほど不思議で非科学的なものだと思いますけども 私たちが非科学的なものに支えられているということも事実として受け止めなきゃならないんですよね。というのが、私たちの思いっていうのはね念じることっていうのは、これは完全に非科学なんですよ。でも確実に思いってあるじゃないですか。皆さんにも想像することもあると思いますし、昔思い出して後悔することもあると思うんですよ。これ全てが、ね、思いなんですよね。ということはどういうことかっていうと、例えば、イタ子さんを例にとりましょう。イタ子さんっていうのは、高齢術を持って、えー、まあ お亡くなりになった方の霊を下ろしてそして自分の体を使って依頼者の方と対話をするってことですよね具体的に言うと例えばね、えー、まあ、旦那さんを亡くされた奥さんが あすごく寂しいからいたコさんにお願いして私の旦那さんをもう一回私の前に出してくださいとお願いするといたコさんが高齢児と思って旦那さんになり変わって旦那さんになった自分と奥さんとが会話をするとかねそういう形ですよね、まあ、これをはから見るとインチキなんだという方もいますけどもこれ本人様がねそれによって心が救われてですねまた新しい活力になるんだったら素晴らしいことだと思うんですよ。 それを非科学的だと言って否定することは誰にでもできないのかなと思っちゃうんですよね、まあ、そうなってくると何を信じてどう行動するかっていうのは客観的なことよりも自分がどう感じているかってことがかなり多くを占めていると思うんですよね、えー、では皆さんがね日々の暮らしの中で心の支えにしているものって何でしょうかこれ皆さんね一人ずつ違うと思うんですよ1人ず違違う、う自分ととからいってそれは、 違うんだよって否定的にです、ね、あの非科学的なものなんだよってことはまたできないと思うんですよねある人はあ例えばアイドルさんが自分の心の支えになっているある人は坂本龍馬の生き方一つのね龍馬が行くみたいな書籍が心の支えになっているある人は自分の家族が心の支えになっているある人はビジネスが心の支えになっているある人はお金が自分の支えになっているいろいろあっていいと思うんですよそれを確一的にです、ね、こうでなければならないとか あそれは普通ではないっていうふうに切ってしまうのがまたなよくないことかなとは思うんですけどね皆さんどうお感じでしょうかで今回ね何が言いたいかっていうとあのビジネスにちょっとね、えー、例を移してみるとあのビジネスをしている上でお金が稼げなくても満足度が高かったり自分のスキルが高くなっていたりとかねあとは素敵なあ人脈に出会えたりするということもあると思うんですよ これはビジネスっていうのは結果的にお金を稼ぎ続けることが目的なんですけどもお金は稼げなくなってもでも経験できてよかったっていう風なな、ね、思いを持ってらっしゃって納得感の高い人っていると思うんですよねでそれを傍から見るとそれは騙されているんだとか洗脳されているんだっていう言い方もありますけども本人がそれでよかったと思えば何よりなんではないかなと思うんですよただねやっぱり世の中にはそういった人の心理を利用して巧みにそれを、ねえー、ビジネスにビジネスと言いますかね 単なななるるる詐欺的な手法にしている人もいるのもの確かなんですよ例えばね、いた子さんの例を取りましたけどもその占いの世界で適当なことを言って人を安心させてで占い代が5000円です、1万ですっていう、ね、そんな形もありますしねそれからブレスレットをつけたら金運が良くなりますよとか言ってブレスレットをつけてもらってそのブレスレットが5万とか3万とかねそういう金額ついてると。 でいいことがあったらブレスレットのおかげですよと悪いことがあったらブレスレットのおかげでその程度の悪さで済まされましたよねっていうふうなそんな方便も成り立つわけなんですよさあ総じて言うとですね、えー、全ての現象においてどういうふうな解釈をするかっていうのは自分自身だということなんですようんなんかね大きな詐欺にあってお金を失ってもそれがいい経験になってもっと大きな怪我をすることもっと大きな詐欺にかかることがなかったと思えばそれで OK ですし ずーっと詐欺に合わなかったけども70代を過ぎてオレオレ詐欺に引っかかってしまったとかねそういう風なことだったらどうだったのかなとじゃあオレオレ詐欺をなんでね軽快に警戒を繰り返してきた人生一番最後にコロッといってしまうのかってことそれはもう完全に思いがそっちに持っていかれたってことなんですよねまあそういうことをね考えていくとうーん私としてはですね、えーまあ、何を信じるかとかどう行動するかっていうのはやっぱり最終的には自分に返ってくるんではないかなと思うんですよ 自分がそれを選んだという事実は変わらないんですよね人がどう思わせようと世の中がどうあろうとそれから1万人の人がね1万人中1万人がどう考えようと自分の思考にはあんまり関係がなくて全ては自分の明確な意思で選択した結果で起きているんじゃないかなと思うんですよね、えー、そんな形で今日もね皆さん何を信じるのか幽霊を信じるのか宇宙人を信じるのかいろいろと信じる信じないという論争はありますけども誰が信じようと誰が信じまいと 自分がどう思うかが全てなんではないかなということでまとめさせていただきます。それでは本日もよろしくお願いします。